こんにちは、病気太郎です。今回は福岡市中央区大名の工事現場で建設作業中のクレーン車1台が7メートル下に落下し、運転していた男性が意識不明の状態であるということについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2020年の9月12日午前10時過ぎに福岡市中央区大名の工事現場で建設作業中のクレーン車1台が7メートル下に落下したと、福岡市消防局によると運転していた男性1人が意識不明で病院に搬送されたということで、現場は高級ホテルザ・リッツ・カールトンなどが入る複合施設の工事中だったということです。はい、ということで、まあ、速報のニュースなので、まあこれからどんどん分かっていくと思うんですけど、工事でクレーン車が落下したということで、まあ、ちょっと、まあ、意識不明の状態っていうこともあるんですけど、まあ、すごく外傷、まあ、怪我の具合もちょっと気になるところですね。まあ、すごく助かってほしいんですが、まあ、どうしてこうなったかっていう原因も探っていかないと、また二次災害というか、また別の事故が起こってしまう恐れがあるので、まあ、そういったところも注意して、最新の情報を待ちたいと思います。はい、ということで今回は福岡市中央区大名の工事現場で建設作業中のクレーン車1台が7メートル下に落下し、運転していた男性1人が意識不明の重体になっているということについてお話ししてきました。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。